皆さんこんにちは。上品なイメージで知られる女優の木村佳乃さん。両親の職業もイメージを裏切りません。父親は JAL 日本航空の幹部役員で、母親は日本航空の元キャビンアテンダント。木村佳乃さんは1976年4月10日にイギリスのロンドンで出生し、実家は東京都世田谷区の成城にあるという紛れもないお嬢様です。その木村佳乃さんの父親や家庭環境がすごいという話が上がっています。今回は木村さんの家族や家庭環境、夫の東山紀之さんについて見ていきたいと思います。木村佳乃さんは小学校から成城学園に通っており、中学時代はニューヨークへ。帰国時にはクラス内で存在が少し浮いてしまったそうですが、周りを笑わせることで乗り切ったとのことです。高校在学時から読者モデルとして活動し始め、高校2年生の時には木村佳乃さんの父が勤める会社日本航空の CM にも出演しています。最終学歴は成城大学文芸部英文学科卒で英検準一級の資格も取得しています。木村佳乃さんが英語に堪能なのは有名な話ですよね。木村佳乃さんが父親の転勤でロンドンで生まれたという話も有名ですが、なんと木村佳乃さん13歳まで英語を話せなかったそうです。2008年に僕らの時代という番組に木村佳乃さんが出演した際、驚きの英語習得のエピソードを話していました。木村佳乃さんは英語の習得するために大変な経験をしています。アメリカにいた時、最初は英語を話せなくてメイン州のキャンプへと行ったそうです。そこでの環境はシャワーもトイレもない環境で、英語漬けの毎日を送ったおかげで話せるようになったと言われています。すごいエピソードですよね。およそ普通の人が経験しないようなお話です。こういうことって女親はしないと思うので、おそらく木村佳乃さんの父親が木村佳乃さんをキャンプに送り込んだのだろうと思われます。シャワーもトイレもないサバイバルな環境ってどんなのでしょう。普通娘が心配で、そんな環境に父親自ら送るということはないのではと思うのですが、木村佳乃さんの父親ってかなりのスパルタなんでしょうか。もし木村佳乃さんの父親がこういう形で荒療治をしなければ、木村佳乃さんは英語が話せないままだったかもしれません。木村佳乃さんは今や英検準一級の英語力の持ち主。そんな英語力の背景には木村佳乃さんの父親の存在があったようです。木村佳乃さんの父親ってどんな人なんでしょうか。一般人なので写真などはないのですけれど気になります。木村佳乃さんの夫である東山紀之さんは結婚するまで数々の女性と浮き名を流してきました。しかし彼のストイックぶり、ナルシストぶりについていけない女性がほとんど。木村佳乃さんは奇跡の女性と言ってもいいのではないでしょうか。かつて東山紀之さんと付き合っていた牧瀬里穂さんが交際が破局した理由について言っていたことです。牧瀬里穂と東山紀之さんが付き合ったのは90年から94年ぐらいまでの5年間です。その時は半同棲のような感じで、東の身の回りの面倒を牧瀬が見ていたと言われています。東山は帰ってくると部屋を歩きながら服を脱いでいくそうで、それを拾って片付けるのが牧瀬里穂の仕事だったそうですね。まるで子供のように風呂上がりも下着から服までも着せていたそうです。何でも東山優先で、スケジュールも東山に合わせなければならなかったと言われています。まるでちょっとした暴君みたいですよね。これでは牧瀬里穂も我慢できないのではないでしょうか。というわけで木村佳乃さんが東山紀之さんの奥さんをできているということがどういうことかお分かりでしょう。記述しましたが、木村佳乃さんは13歳で父親に過酷なキャンプに放り込まれたという、なかなか普通ではできない体験をしています。おそらくスパルタな父親なので、もしかしたらもっとすごい経験もされているかもしれません。成城出身の超お嬢様にもかかわらず、根性の座っている木村佳乃さん、東山紀之さんと夫婦をやっていけるというだけでもすごいこと。木村佳乃さんの父親の教育方法が気になります。2010年に東山紀之さんと結婚した木村佳乃さん、その知り合ったきっかけは一体何だったのでしょう。木村佳乃さんと東山紀之さんは2008年に舞台で共演します。それがきっかけで交際を始めたと言われています。芸能人にはよくあるパターンですね。番組での共演をきっかけにして交際や結婚するパターン。お互い仕事に熱心なことから、舞台の稽古中でも意見を交わしたそうです。時にはお互いの演技論を戦わせているうちに意気投合して交際に発展したのでしょうね。木村佳乃さんは思ったことをズバッと言うそうです。
そんな潔い木村佳乃さんの性格に東山紀之さんも好感を持ったと言われています。これまでスーパースターとして誰も意見したりすることがなかったのに、木村佳乃さんはスパッと意見していたと言われています。その木村佳乃さんの潔さに東山紀之さんも惚れたのかもしれませんね。ストイックな東山紀之さんですから、木村佳乃さんの潔い性格でハイハイと受け流していると思われます。木村佳乃さんの父親と夫の東山紀之さんが不仲だという説があるのはご存知でしょうか。なぜそんな話が出たかというと、木村佳乃さんと東山紀之さんが5億円出して木村佳乃さんの実家を二世帯住宅に建て替えたにもかかわらず、木村佳乃さんの父親は母親と一緒に別のマンションに住み始めたということからのようです。これだけ聞くと木村佳乃さんの父親と木村佳乃さん、東山紀之さん夫婦の間に何らかの軋轢があるのではないかと考えてしまいます。木村佳乃さんの父親との間は本当に不仲なんでしょうか。しかしなぜ一緒に住まないのか、その理由が分かりました。今回は仲の良い姉夫婦と2世帯の家に住むと言われています。第一子の育児などでも木村さんのお姉さんに助けてもらったり、姉妹の仲が非常にいいことから2世帯でということになったみたいです。東山紀之さんの不倫の噂などで父親と不仲になったのではという説も出回っていましたが、それも単なる噂ということでしょう。不仲どころか父親との関係は至って良好だそうです。続いて木村佳乃さんの子供の現在についてです。夫東山紀之さんとの間には2011年11月に誕生した第一子長女と2013年5月に誕生した第二子次女がいます。長女はパパっ子で、小さい頃は可能であればトイレも着替えも全てパパである東山紀之さんが行っていたそうです。それでも木村佳乃さんがドラマの撮影で数日間家を空けることになった際には、当時2歳の長女が初めて寂しいと言い、その時に木村佳乃さんは子供に寂しい思いをさせてまでやる仕事だと女優業に改めて気合が入ったと語っていました。また休日に子供たちと映画を見に行くのが楽しみだという木村佳乃さん、なんでママはいつも悪役ばかりなのと聞かれたり、自身の登場シーンで、あ、ママだと二人の娘に言われたりと、女優でありママでもある木村佳乃さんならではの様々なエピソードがあるようです。いかがだったでしょうか。今回は木村佳乃さんの家庭環境や結婚生活、子供についてご紹介しました。子供のために女優業を頑張る母親、これからも木村佳乃さんの活躍に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。